お待たせいたしましたわ。第7レース1着となりました静岡の大塚秀信選手だわ。1着おめでとうございますわ。ありがとうございます。今日のレース先行する阿部選手の番手はいかがだったですの？いやもう本当に阿部君の気持ちが本当にありがたかったですね、はい、ラインのおかげです。その気持ちを汲んで直線鋭く1着。本当昨日一昨日ですか、半年ぶりの1着だったんですけど、まさか2勝目が今日取れるとは思ってもみなかったです。ということは大塚選手の足の感じもそしてコーチバンクも相性がいいということでよろしいかしら？いやもう最高ですねコーチ、はい。じゃまたコーチに来た時はその素晴らしい足を見せていただいてよろしいかしら？はい、またコーチに来た時は頑張ります。そして今季はこの1着でビシッと締めくくってまた来季からいい弾みになりましたわね。そうですね、来季から A 級なんで、まあ、この流れ止めないようにまた S 級戻ってこれるように頑張りたいです。皆様お聞きになりました、また S 級に戻ってこれるように頑張るということで拍手をお願いいたしますわ。では最後に初日もご披露していただきましたわ。大塚選手水泳がお得意ですの。では初日はクロールということで最終日はバタフライを見せていただいてよろしいかしら？ちょっとやってみます皆様よくご覧あれ。大